不流行で捕獲される、前原一世前原一世は、日本の武士、意名は一世。通称は八十郎、彦太郎。倒幕運動の志士として活躍したが、明治維新後、萩野乱の首謀者として処刑された。以下は、増重四人4月11日、維新の実決の一人、三位、兵部大輔を務めた。本世の助吉は、 宇田源氏佐々木氏の分流で、出雲源氏の所流に属する。遠祖は、天ま氏毛利氏の家臣である、月きよきよむね。天保5年3月20日、4月28日、長戸国土原村にて、長州藩氏佐世彦この長男として生まれ、前原氏を相続する。前原家の遠祖は、戦国武将前原綱なである。天保10年、軍里となった父と共に、 朝郡仙木村に移住。後に、萩にて修学するが、開江四年、再び船木にて、陶器製造などの漁業,業に従事する。安政四年、草加玄髄や高杉晋作らと共に、吉田松陰の松下村塾に入門する。松陰の処刑後は、長崎で洋学を治め、後に、藩の西洋学問書、白修道に学ぶ。文久二年に脱藩し、草からと共に、 直目つけ、長い画学の暗殺を計画する。文久三年、有筆役、七強方、御用係。その後は、高杉らと下関に挙兵して、反権力を奪取し、幼女役有筆や、感状体等取りとして、倒幕活動に尽力した。長州聖伐では、国、明治三年、先行を称されて、昭天六六百国を賜る。維新後は、 越後府判事や参議を務める。大村益次郎の死後は、兵部大輔を兼ねたが、出資することが少なかったため、船越守は勝務停滞を嘆いている。また、大村の方針である、国民開閉路線に反対して、木戸高吉と対立する。やがて、徴兵制を支持する、山形有友に追われるよう逃げやし、萩へ帰郷する。 新政府の方針に不満を持った前原は、明治九年、奥平健介と共に、不平氏族を集めて、萩の乱を引き起こしたが、即座に鎮圧されて捕らえられ、十二月三日、萩にて、斬首刑に処された。去年四十三。彼の自制の死として伝えられるのは、我今国のために死す、死すとも訓恩に背かず、人事通災あり、健康は我が魂を、とむらいさん、 またその、タワムれクに、これまでは、いかいご苦労からがどの呼び出しの声松虫や秋の風、墓所は、山口県萩市土原の具法寺。遺言により改名はないという、ありがとうございます。